Hola a todos, bienvenidos a My Spanish School, soy Richie. Las frases y palabras útiles de hoy son たまに や時々 などの表現です。チャンネルでは何度もやいつもなどの動画を上げましたが、ここでは逆の意味の頻度が少ない表現を見ていきます。実際何度も行う物事ってさほど多くはないと思うので、今回の表現はだいぶ使うはずです。しかも可能な限り分かりやすいよう頻度のパーセンテージと一緒に説明していきますね。記事でも細かく説明しているので見てみてください。では早速始めていきましょう。まずは時々いやたまにになるフレーズから見ていきます。ただ今回はまあいつもの動画でも似たようなことしましたが、イメージしやすいようこの場合寝坊するいや遅く起きるというフレーズ me levanto tarde と組み合わせていきます。では早速一つ目のフレーズに行きましょう。それがこれで a veces a veces、 これは時々って訳すのが一番近いですね。でこれを頻度のパーセンテージで表すと目安ですが 30% ぐらいだと思ってください。でさらに先ほど言ったフレーズと組み合わせましょう。で付け足すだけで A veces me levanto tarde、 これで時々寝坊する。スペイン語圏だと多くの人がこのフレーズ使いそうです。では次のフレーズに行きましょう。今度はこれで発音すると De vez en cuando De vez en cuando、少し長くなりましたがだいぶ自然で、訳はたまにが近いです。で頻度は20から 30% くらいですね。要するにほんの少し先ほどのより低いって言えます。ではこれもフレーズと組み合わせましょう。するとで vez en cuando me levanto tarde、 長いですね。これでたまに寝坊するという表現ができるわけです。でも難しいと思ったら前のもだいぶ近いので、まずはそっちでこれはバリエーションとして覚えてみてください。ではこの項目最後のフレーズに行きましょう。それがこれでpocas veces pocas veces、 これ実は少ない回数に直訳だとなるんですが、一番近い自然な訳はごくたまにで、頻度は10から 20% ほどです。ではこれもフレーズと組み合わせると pocas veces me levanto tarde、 これなら許容できるかなと。というのもこれはごくたまに寝坊するになりますね。ではこの項目はメインとも言えるので一番フレーズが多いんですが、最後のまとめで一気に見せるので、とりあえず次の項目に行きましょう。今度は稀になどの意味になるフレーズを見ていきます。ではここの早速一つ目のがこれなんですが、このフレーズはここが巻き舌になるので注意してララベースララベースで、意味は稀にで、頻度としては 10% 方ですね。ではこれをフレーズと組み合わせるとララベースメレバントタルデ、稀に寝坊するですね。ただこれが発音しづらい場合は次のこのフレーズを使ってみてください。では早速発音するとカスイノンカカスイノンカで、訳は前のとは少しだけ違ってほぼないになるので、頻度も目安で 5% くらいですね。でこれをフレーズとだとカスイノンカメレバントタルデ、素晴らしいですね。寝坊することはほぼないになりますね。で実はこのカスイって単語、これがほぼって意味です。なので取っちゃうとなんかは英語のネバーに相当するので、ないや全くないって意味になります。なのでこの場合は頻度は 0% になりますね。しかもフレーズとだとなんかメレバントタルデ、寝坊することはない、もしくは 0% なので絶対ないや全くないのニュアンスも強いです。なわけでカスイヌンカとその一部であるヌンカは発音も簡単でしかも便利なので特におすすめですね。ただこれらは物理的に物があるかないかの表現ではなく頻度の話なので気をつけてください。では最後に今回のフレーズを簡単にまとめていきます。じゃあまとめでは時々などの意味になるフレーズを一気に表示していきましょう。じゃあまず 30% くらいの頻度になる時々って意味のフレーズが a veces、 次に20から 30% くらいのたまにって意味のフレーズが少し長くて de vez en cuando、 で次は10から 20% くらいでごくたまにって訳せるフレーズが pocas veces、でその次は 10% なんですが今度は意味が稀にであるララベース、そして最後に 5% の頻度でほぼないと訳せるのが casi nunca。 ただこれは nunca の箇所だけでも絶対や全くないの意味にすることができるので便利で、頻度はこの場合 0% になって一番低いですね。ではまとめもここまでになります。今回はフレーズが多かったと思いますが意味も近いフレーズだったので、最初は全てではなく何個か使えそうなものを選んで覚えてみてください。では以上です。良ければ高評価とチャンネル登録お願いします。それと、この下のリンクから今回のテーマを詳しく見れるので、もっと知りたいと思う方にはおすすめです。ではまた。アスタレゴン。